皆さん、こんにちは。ダブルレインボーチャンネルへようこそ。今日は水の研究をされていたことで有名な江本勝ささんのことが出てくる映画、What the b e Do We Know が与えてくれる人生の大切な気づきをお話ししたいと思います。この映画は2004年にアメリカで上映されてドキュメンタリー作品として大ヒットしました。 もうご覧になったという方もいらっしゃるかもしれませんが内容を少しお話しさせてくださいスピリチュアル思考ブームの先駆けともいえるこの映画は量子物理学や脳科学科学と宗教などのアプローチで現実とは何か意識とは何かといった問いかけをしてきます映画では主人公の女性が出会う人々との間で彼女に起こる出来事により どのように意識や感情が変わっていくかを中心に進めていくのですがその中で多くの物理学者やドクターなどが最新の研究結果や彼らの思想哲学などを話していきます彼女は最後には意識が現実を変えるという事実に気づいて映画の中で何度も飲んでいた安定剤の薬をゴミ箱に捨てます 私は映画が出てすぐくらいの頃にこれを見ましたが何度も DVD を止めて聞き直したり巻き戻したりしないと理解できないというか、まあ、それでもすべてを彼らがすべて彼らが言っていることを100%理解するのは難しかったくらい深い内容でした何度見ても完全には理解できないかもしれないしもしかすると5年後 ごとに見たりして自分の成長と経験によってまた理解度が違ってくるかもしれないと思えるほどのもう心をわしづかみにするような画期的な作品でした人生観を変える映画を見たいという方にはぜひおこれはおすすめですまず日本人としてやはり一番興味をそそるところは水や波動の研究をされていた 江本勝さんが出てくる箇所です主人公の女性が地下鉄のホームで江本さんの水の結晶写真が展示されているのを見て何か大切なことを感じ始めます江本さんは水にありがとうなどの良い言葉をかけたりお祈りをしたりするとその水を凍らせて結晶化したら綺麗な 化粧写真が撮れるけれど悪い言葉などをかけた水はその反対のぐっちゃぐちゃで乱れた化粧写真になると言われます。唖然とホームで立っている女性に近づいてきた見知らぬ男性が彼女に問いかける言葉がありますがこれは映画の中で、えー、回想シーンとしてさらに2回も出てきます。彼が言うセリフというのは考えさせられますね。 もし思考が水に影響を及ば,す及ばせるならば私たちの思考が私たち自身に影響させることは何か想像してみてください」という問いです。言葉が水にそれだけ影響を及ぼすのならば言葉が私たち自身の体や心にも同じように何か影響を及ぼすのではないかということだと思います。 地球の約7割は水でできていて人間の体も同じように約7割が水でできていると言われていますではその水に誰もが感謝して愛情を注いで飲んで使って触れ合うと人間もそして地球も良い方へ変わっていくのではないかというメッセージだと思います私も江本さんの水の本を何冊か読んで ありがとうや愛と書いてブリタの水のピッチャーに貼ったりしていたこともありました今でも毎日水を電子ケトルに入れる時や毎朝コーヒーをドリップで入れる時など水にありがとうって言うようにしています映画の中では学者の方たちがとても難しい脳内細胞のことを話されますが その部分は専門知識のない私には理解が難しかったです。でもそれをかわいいバーバパパのようなアニメにして説明を面白くしている部分もあります。その部分は私の理解からすると今まで理解経験したことやその時の感情というのは何度も 脳細胞で配線し直されて、同じ経験をまた繋ぎ続けていくという感情の連鎖があることを言っていたと思います。その連鎖を断ち切らないと、それはどんどん大きくなって、もしそれが負の感情であれば、良い方の感情とのつながりからどんどん遠くなっていくとのことでした。 それを第三者とととしてて外から見ることも大切だと言っています例えば失恋をしてその負の感情をずっと持ち続けると次に誰かと出会ってもまたどうせ失恋をするだろうと脳が敗戦をしてそのようになってしまいます。そうなったら「ほらまた失恋した」そして「また次も」と連鎖していく。 らしいんですこれをどこかで断ち切らないと良い方向とは真逆の方へと行ってしまうということらしいです。主人公の家に滞在させてもらっているとても明るい若い女性が出てくるのですがその女性が「何を真実と思うかによって人生は決まると言っていました。 そしてバスケットをしようと誘ってくるかわいい男の子が出てくるのですがその子が言っていたのは「僕たちが選ぶまで世界は現実化が可能な時間軸でしかないんだ」とそして主人公に2回同じ質問をしてきます。どれだけ深くアリスの国へ行きたいのとそして学者の一人が しばらくの間あれこれじっくり考えてみてくださいというセリフで終わります。これは私たちが未知の世界スピリチュアルな世界目では見えない世界などをどこまで追求していきたいかそれを知らないままテレビやメディアなどの周りの環境に流されたまま生きていきたいかということを問いかけてくれているのだろうと私は思います。 この映画は10分ほどでは言い尽くせないほど本当に深い内容なので興味のある方は是非一度や二度三度と見てみてくださいきっと人生観が変わってくると思いますとても衝撃的な映画です変化することって少し怖いと感じることもありますがいろんなことを学んで経験して 変化していくことって人生でとっても大切なことですよね。では最後に学者の一人が言っていたセリフがとても心に響いたので、その言葉で今日は終わりにしたいと思います。私たちの生命を生き始めて世界のどこかで変化したのを見たとき、私たちは私たちの生活の科学者になるのです。 それが私たちがなぜここにいるかの理由なのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。